カタバミシャムロックは、マメ科のクローバー、馬小屋シ、カタバミ科のミヤマカタバミなど、葉が3枚に分かれている草の総称である。アイルランド語で、クローバーの意味の占める、または、若い牧草を意味する、シームログを、似た発音で読めるように英語で綴った語である。アイルランドで432年頃に、聖パトリキウスは、シャムロックの葉が3つに分かれているのは、 三位一体を表しているのだと説明し、キリスト教の布教に利用した。アメリカや日本では、しばしば、シャムロックと四つ用のクローバーが混同されることがある。アイルランドの国家で、アイルランド政府により商標登録されている。アイルランドを表すものに使われることが多い。アイルランドではどこでも見られるため、エメラルドグリーンの島と呼ばれるようになった。 アイルランドの成人となった聖パトリキウスの命日である3月17日は聖パトリックの日と呼ばれ、シャムロックを胸に飾るか、緑色のものを身につけて祝う。アイルランドのフラッグキャリアであるエアリンガスは、美翼賞にシャムロックを図案化している。ラグビーアイルランド代表のエンブレムにも使用されている。王立アルスター警察隊の旗に使われていた。 モントリオールの式に使われている。ありがとうございます。